はい、こんにちは。アンダーケッサです。今日はですね、相手を喜ばせる方法、期待以上のことをするという話をします。この動画を見ると下記のことがわかります。お金持ちや成功者の方が行っている相手を喜ばせる方法がわかります。では、行きましょう。では、まずですね、いきなりですが質問です。あなたは最近相手を喜ばせたことはありますか？もしくは人から何かをしてもらって感動したことはありますか？今回のですね、動画を見る前にできるだけ多く喜んだこと、感動させられたことを頭に思い浮かべてください。このですね、あなたの体験というものが今回動画を見る上で理解する助けとなります。ぜひですね、多くの喜んだことや感動させられたことをですね、頭に思い浮かべてください。では、次に行きましょう。お金持ちや成功者の方というものはですね、相手を喜ばせるのがですね、とても上手です。で、今回ですはね、どうやって相手を喜ばせればいいのかの方法を喋りたいと思います。でですね、相手を喜ばせるにはですね、相手を感動させることが大切なんですね。例えばですね、先日私は札幌に行ってですね、その中でガラクという、スープカレーで有名な店に食べに行きました。で、その時にですね、ベーコンをトッピングしようと考えたんですね。で、ベーコンをトッピングして、店員がですね、はい、ベーコンどうぞって持ってきました。で、その時にですね、ものすごく大きいベーコンで、ものすごく肉厚のベーコンで、ものすごく感動したんですね。で、このようにですね、人が喜ぶときはですね、何かに感動したときなんですね。おお、やった、こんなベーコン美味しそう、トッピングでこんな大きなベーコンが来るんだって感動してしまったんですね。じゃあですね、この感動させるにはどうやって戦略的にですね、すればいいかという話を今回したいと思います。でですね、相手を感動させるにはですね、期待以上のことをするということが大切になります。今回ですね、私がガラクというカレー屋さんに行って感動したのはですね、実はベーコンが期待以上だったからなんですね。ベーコンのトッピングを頼むときですね、160円という数値が書いてあって、160円のベーコンだったらこれくらいの大きさかな、だいたい160円だとチャーシュー1枚ぐらいだから、このくらいの大きさだろうということですね、頭の中で想像しているわけですね。しかし、実際来たベーコンというものが、はるかに期待を超えるものだったんですね。全然想像していたベーコンより大きくてですね、しかも厚くてですね、これで160円は安いと思ったんですね。つまり、自分の想像していた以上、期待していた以上のものが出てきたんですね。で、このですね、期待以上のことや想像以上のことをするということが、感動する上でですね、とても大切なことになります。で、とにかくですね、この大切なことはですね、相手の期待以上だということ、相手の想像以上だということですね。例えばですね、ここにあなたの感動レベルがあるとします。で、これは縦軸があなたが感動するレベルで、あなたはですね、ここのレベルよりも超えたら感動するとします。しかしですね、あなたがこのレベルで感動したとしても、相手にとってはですね、感動レベルはここのレベルかもしれないんですね。あなたがどんなに感動しても、相手にとっては感動しないレベルなのかもしれないんですね。で、とにかく大切なのはですね、あなたがどんなに感動したかではなくて、あなたが感動させたい相手、つまり相手の感動レベル、ここですね、ここに合わせなければならないということなんですね。ですから、お金持ちはですね、成功者の方はですね、自分自身が感動したっていうことも考えるんですけれど、それ以上に相手がどうやったら感動するか、相手がどうしたら期待以上に感じることができるかっていうことをものすごく大切にするんですね。ですから、とにかくですね、相手を喜ばせるためにはですね、感動や共感というものが必要です。でも、その感動や共感というものは、あなたの感覚ではなくてですね、相手の期待以上、相手の想像以上ということをぜひ考えて、これからするようにしてください。で、まずですね、そのためにはですね、あなたがまず日常的にどのようにあなた自身が感動したかというものを気づくことが大切です。で、そうやってですね、自分が感動したものが相手も同じように感動しているか、そのようにぜひ考えてみてください。
日常生活にですね、感動の種というものは多く落ちています。ぜひ日常生活の中でですね、どうすれば相手が感動するか、どうすれば相手が共感するか、どうすれば相手が期待以上に感じるかっていうものをぜひ考えてください。そうすればですね、あなたは相手を喜ばせることの達人になっていきます。はい、では最後までご覧になっていただき本当にありがとうございました。もしこの動画が参考になりましたら、画面右上のチャンネル登録ボタンをクリックといいねボタンを押していただけると嬉しいです。また YouTube の動画説明文のリンクからメルマガ登録をしていただけると嬉しいです。最後までご覧になっていただき本当にありがとうございました。